エクソの別居はデブーエを席巻した最近のお噂に対処するために急遽ライブストリーミングを開始した。別居は8月8日事務所を設立したという噂が流れたためインスタライブを開始した。ライブストリームが始まると別居は空気を整え、確かに会社を設立する過程にあるがエクソと SM エンターテインメントに残るつもりだと語った。彼はプロデューサー兼アーティストとしてのキャリアを向上させるために会社を設立することに挑戦しているとファンに断言した。彼はファンのサポートが会社の CEO としての新しい立場を管理する上で導かれると信じていると語った。ベクヒョンはダンス振付師のカスパー氏と会社を設立することを明かし、新たに設立した会社を通じて作品を発表すると説明した。彼は、私は会社を経営するが、SM には残り、エクソのメンバーたちと活動を続けるつもりだ、と明かした。自分で会社を設立して満足のいく結果を出せれば満足せず、もっと頑張ろう。最後に、ベッキョンはファンを気遣い、ファンとメンバーたちに危害を加えたくないと説明した。今後も努力を続け、良い知らせだけをもたらすつもりだと語った。最後までお読みいただきありがとうございました。また次の動画でお会いし。